皆さんこんにちは、飛騨の秀一アルティメット太鼓講座ボリューム77。今日は6連符について、いろいろと紹介したいと思います。太鼓のフレーズでね、ソロを打つ中でちょっと3連符とか6連符とか入れるとですね、見てる人はおなんか意外とできんじゃねみたいな感じで、ちょっと注目を浴びたりします。6連符、まあ6つの音なので222で割ってもいいし、33で割ってもいいし、それは各自自由です。あとはどういう風に入れると盛り上がるか、例えば何かの終わりに6連符を入れて次の頭のドンまで打つ、合計7つですけども、こんな感じです。ダガダダガダダン、ダガダダガダダン、ダガダダガダダン、3点並べて1212 ドンでやってみます。3、4で、今度は2個の太鼓を使っていきます。3、4 3、4、今度は真ん中の太鼓3、4。はい、これをですね、ちょっとダカダカダダンってクレッシェンドをするとより盛り上がりますね。ちょっとリズムの中に入れてみたいと思います。1、2、3、4。いろいろと工夫をしてみてください。では次回お楽しみに。